荒聖治は千葉県出身のレーシングドライバー。父が柳瀬のメカニックとして働いていた影響もあってか、小さな頃からカートに親しんでいた。1994年にフォルクスワーゲンカップレースのゴルフ2クラスで4輪レースデビューし、シリーズチャンピオンとなった。この時に同レースに参戦していた将来の恩人となる郷和通に出会っている。1995年から1997年にかけてアメリカで武者修行を行い、帰国後に F4 選手権の参戦を経て、全日本 F3 選手権にスポット参戦ながらステップアップした。1999年はトヨタチームトム・ウェスから全日本 F3 にフル参戦を果たした。この年の開幕直前、カート時代からの親友である菅真吾が事故で亡くなってしまったが、雨の開幕戦、鈴鹿で優勝した。2000年にはシリーズ3位となり、翌2001年には全日本選手権フォーミュラ日本に参戦した。一方、全日本 GT 選手権では2000年に GT500 クラスにデビュー。立川雄二とコンビを組んで参戦した2004年には、第2戦のスポーツランドスゴで初優勝を挙げた。2005年はクラフト、2006年から2009年は近藤レーシングから参戦した。2001年からはルマン24時間耐久レースに参戦を開始し、2004年にはチーム強のアウディ R8 で日本人では2人目となる総合優勝を果たした。2010年は FIA GT1 選手権に日産、GTR で参戦している。2011年は再びスーパー GT に参戦し、7年ぶりにレクサス陣営に復帰する。なお、トヨタ時代ではスープラでしか参戦したことがないため、初めて SC430 のステアリングを握ることになる。レーシングプロジェクトバンドの下で、ファーストドライバーの片岡達也のサポート役でもある。2014年は BMW に移籍し、BMW Z4 GT3 でスーパー GT に参戦している。2018年はスーパー GT に出場しなかったが、2019年は郷和通がマクラレンカスタマーレーシングジャパンを立ち上げたため、参戦を再開した。このように、荒は海外レースの経験が豊かで、フォーミュラーカーから GT スポーツプロトタイプ、市販車ベースであるスーパー耐久など、幅広くマシンを乗りこなす器用なドライバーとして知られている。愛車は R32、R34 型の日産、スカイライン GTR を2台及び日産、GTR を1台の計3台の GTR と BMW 120i 及び BMW M135i を所有している。GTR は R32 型を特に好んでおり、4台を乗り継いだ。自らチューニングやメンテナンスをして乗るなど、強いこだわりを持っている。また、数少ない R34 型 Z チューンのオーナーでもある。全日本フォーミュラ3選手権フォーミュラ日本全日本 GT 選手権、スーパー GTFIA GT1 世界選手権、ルマンシリーズルマン24時間レース。ありがとうございます。